ディック・チェーニー、リチャード・ブルース、ディック・チェーニー、リチャード・ブルース、ディック・チェーニー、1941年1月30日帯は、アメリカの政治家、実業家、会議員、国防長官、副大統領を歴任した、ウェールズ系アメリカ人でメソジスト、趣味は狩猟と釣り。妻のリン・チェーニーは公職である、全米人文科学基金会長を務めたこともあり、 次女のメアリー・チェーニーはレズビアンであることをカミングアウトしている。ネブラスカ州林カーンに生まれ、ワイオミング州のキャスパーで育った。父母は、農務省に勤務しており、熱烈なニューディーラーだった。イエール大学に数学期在籍したが中退し、その後、ワイオミング大学に編入学した。ワイオミング大学政治学専攻卒業、学士号取得。1966年、 ワイオミング大学大学院政治学専攻修士、家庭修了、政治学修士を取得。さらに、ウィスコンシン大学大学院博士課程に移り、同大学大学院博士課程政治学専攻時代に、当時のウィスコンシン州知事、ウォーレン・ノールスのスタッフを務める。これが、ジェーニーが正解との接点を持つきっかけとなる。リチャード・ニクソン政権では、大統領次席法律顧問を務め、 ニクソンが、ウォーターゲート事件により辞任した後は、ジェラルド・フォード政権で、史上最年少、34歳の若さで、アメリカ合衆国大統首席補佐官となる。フォード政権が野に下った後は、地元、ワイオミング州から下院選への出馬を決意。1978年の選挙では、難しいとされながら、当選を果たし、1989年まで6期、務める。 81年には当選2回ながら首席補佐官時代の調整、政策立案能力を買われナンバー4の会員、政策委員長に就任、イランコントラ事件の事態収集に尽力した、人種隔離政策を推進していた南アフリカのピーター・ウィレム・ポータ政権には、融和的で86年の同国に対する制裁法案には反対票を投じている。 89年には共和党会議院内幹事を務めていたトレントロットの上院蔵外に伴い院内幹事に就任。将来の院内総務、共和党の過半数脱会後の会議長は確実と見られていた。ロナルド・レーガンの後継となったジョージ・ H.W. ブッシュは国防長官に当初ジョン・タワー元上院議員を指名していた。しかしながら、その後タワーに女性、 飲酒問題が浮上審議会で同任案が否決。当時は民主党が上下両院で過半数を占めていたため、調整能力のあるチェーニーが代わって浮上。十九年三月に正式に国防長官に就任する。1 9九十年八月にイラクのクウェート侵攻。クウェートをイラクの十九番目の県として併合が行われると、イラク軍のクウェートからの撃退のため、隣国、 サウジアラビアとの関係強化を図り、中央軍、第三軍の駐留に合意。翌年1月の湾岸戦争を、ノーマン・シュワルツコフ、コーリン・パウエルらと主導した。アメリカのハリバートン社の経営にも1995年から2000年まで、CEO として参加していた。ハリバートンは、世界最大の石油掘削機の販売会社であり、イラク戦争後のイラクの復興支援事業や、 アメリカ軍関連の各種サービスも提供していることから湾岸戦争とイラク戦争で巨額な利益を得た。なおチェーニーはこの会社の最大の個人株主でもある。2000年の大統領選挙前にジョージ・ウォーカーブッシュ当時テキサス州知事から副大統領候補を検討する委員長に認じられるも自らを推薦して次期副大統領となり、 政権移行チームでも責任者となって、閣僚人事を掌握した。同年の大統領選の討論会では、論争に強くないブッシュが、アルゴアも前に劣勢を強いられたが、チェーニーは反対に、ケンタッキー州で行われた10月の討論会で、ジョーリー・バーマン上院議員を論破。また、同選挙戦の際に、ユーゴスラビアでは、ブルドーザー革命が勃発し、 スロボダン・ミロシェビッチ政権が崩壊に至ったが、ブッシュ・チェーニーは両名とも米国は、基本的に政官の構えを取るべきであり、影響力を有するロシアの仲介を重視すべきだとしており、後の介入主義的な姿勢は見せなかった。2001年、ブッシュ政権の成立により、第46代アメリカが州国副大統領となる。アメリカ同時多発テロ事件直後は、 政府存続計画を実行して、大統領危機管理センターなどの政府施設に避難し、アメリカ史上初とされる影の政府を組織した、小泉純一郎首相との会談をこなしたり、フロリダ州立大学の卒業式に参加したりと多忙な日々を送る。フォード、コ・ブッシュ領政権で国防長官であったドナルド・ラムズフェルドと30年以上もの指定関係にある。 2005年10月から、側近中の側近である、副大統領首席補佐官兼大統領補佐官の、ルイス・リビーが、イラク戦争に批判的だったジョゼフ・ウィルソンの妻バレリー、プレームが、中央情報局、CIA 行員であると身元を漏洩したとして、アメリカの連邦大陪審が起訴し、さらに副大統領も、情報漏洩に、関与されている疑いが持たれている。 2007年2月20日より訪日し、時の首相、安倍晋三や外相、麻生太郎と会談、当時第一次、安倍内閣。外交、国防政策に関して意見を交わすが、貴様秋夫防衛大臣との会談は行わず、在日アメリカ軍横須賀海軍施設で自衛官、制服組トップの斉藤隆史統合幕領長を、はじめとする自衛官幹部と会談した。自衛隊は、 日程の都合をと説明した。また、横須賀港では空母キティホークにアメリカ軍の兵士を集め、アメリカ国民はイラクからの撤退を指示しないと演説した。また、ジャーナリストの青木直人や須田慎一郎の取材によると、同会談の際、テイニーは拉致問題に対する落としどころ、つまりは同問題の解明、解決と核開発の放棄を 包括的に解決すべきとする、本政府の政策転換を要求した者を安倍に迫ったという。しかし北朝鮮は2009年5月25日に2度目の実験を実施した。時折心臓発作で入院することもあるが、精力的に活動する。そのため在任中は、史上最強の副大統領と呼ばれ、あるいはカール・ローブと共に、影の大統領ともあだなされた。 ジェイニーは就任当初から自らの大統領への野心を否定し続けてきたが、そのことによりブッシュの厚い信頼を勝ち得、政権内で絶対的なナンバー2の地位を維持し続けた。また、万が一の時に備えて自らのペースメーカーにもテロ対策を施していた。一方で民主党への政権交代が決定した後の2008年12月、CNN が行った 世論調査によればチェーニーが副大統領としての能力に劣っているとの回答が41%を占めたほか史上最悪の副大統領だとする意見が23%に上った。2009年7月、極秘の対テロ作戦実行を議会には隠すよう CIA に指示していたことが発覚。アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーでブッシュ政権内では ネオコン政治家の要石の一人であり、湾岸戦争時には、フセイン政権転覆に反対していたことなどから、ネオコン第一世代のように左からの転向ではなくて、保守からの転向と評される。アメリカ同時多発テロ以降、ブッシュ政権の強硬な武断政策は、チェイニーの意見が大きく働いているとされる。イラク戦争については、開戦前にアルカイダとフセイン政権との、 関連性を示す発言を行い、証拠もあるとしていたが、開戦から5年以上経た現在でも明確な証拠は提示されていない。バラク・オバマ大統領の外交方針については、たびたびオバマが戦争を終わらせつつあると語りながら、実際には2014年6月に、イスラム教スンリ派の武装組織イラクとシャームの、イスラーム国イラク首都バグダッドに迫っていることなどを挙げ、 オバマ大統領は過去に背き自由を浪費した男として名前を残そうとしていると批判している。ジェイニーは37歳の頃から心臓病の持病を抱えており、副大統領在任中までに5回もの心臓発作を起こしており、1988年にはバイパス手術を受けた経緯がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。